あははは。<laughs> いや、こんにちは。みんなが知ってる、ドナルド・マクドナルドだよ。こんにちは。そう。みんなが言ってる、マクドナルドのお店の前に座っている、ピエロ。あれが僕、ドナルドだよ。あーごめん。今日は仕事終わりだから、白いメイク落としちゃってるんだ。ごめんね。そう、マクドナルドは、 ホワイト企業だから残業しないんだ。ごめんね。今日はみんなにマクドナルドの秘密を特別に教えてあげに来たんだよ。まず一つ目。僕が昔テレビのコマーシャルに出てたこと知ってるよねでも最近テレビで僕のことをなかなか見ないよね。なんでだと思うそう。 ドナルドの座は、もうトランプ大統領に襲名制で渡しちゃったからなんだ <laughs> ーーはい、笑ってない子にはっはっははっはっははっははっはは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 は 世の中値上げ、値上げ、値上げって大変だよね。ドナルドもよくわかってる。だからこそ、マクドナルドはなるべく値上げをしないで頑張ってるんだ。でもみんな、マクドナルドがなんで値上げをなかなかしないか知ってるかなそう。マクドナルドは値上げする前に ポテトをたくさわら、はい、ってない子はフライドチキンの原料にしちゃうよ。大丈夫かなフライドチキンに入っちゃうよ。大丈夫かな大丈夫かなはい、大丈夫かなはい。さあ、あっという間に最後の秘密を教えちゃうよ。最近、 暑いよね。夏夏って言われてるけど、40度近くなると、ドナルドも暑くて大変なんだ。でもね、マクドナルドは日本の夏祭りをすごく応援しているんだよ。なんでかわかるかいそう。マクドナルドには、ハッピーセットが売ってるからね。はっはっは はい、笑ってない子はマクドナルドで一生働いてもらうよう大丈夫かなはい、笑ってない子働いてもらうよう大丈夫かなうん、みんな笑ってるね。じゃあみんな、次はマクドナルドで僕と一緒に記念撮影をしようね。ずっと待ってるからね。 以上、ドナルド、マクドナルドでした。また会おうね。さようなら